最初の大阪の攻撃は無得点に終わっています。比江島レイアップで決めてきました。落ち着いてましたよね。しっかり状況判断してのレイアップでしたよね。ジョシュ・スコット、イカルガ、ポイントガード、中距離のミドルジャンパー打ってきました。決めてきました。だけじゃなく両チームですよね、しっかり得点を取りに行けているっていうところが、うん、あの水曜日のゲームとは少し違いますよね。もうギブスにアイラ・ブラウンがついています。アイラ・ブラウンに勝った、強いですね。そうですね、はい、あえてブラウンがああやって押されるのがどうするか、出せない、外にパスをして渡辺スリーポイント、これでひっくり返しました。ピークのスリーポイントシュート、トップから決めてきました。これで3ポイントリード。渡辺、テーブス、さらに竹内、ギブス、今日の渡辺選手はシュートがすごく入りそうです ね、はい、中村が入れてハレルソンがフィニッシュできない、ノーバスケットでした。テーブス対、ここはテーブスのポイント、増やしていく必要あるんじゃないかなというふうに思います。現在はハリウッドのスタッフツインタワーのような形ですが、バスケットカウント、竹内、テイブス選手のパスが素晴らしかったですね。ただいまのプレーバスケットカウントとなります。バスケットはカウントされ、テイブスがパスアシスト、そしてこの竹内のシュートに対するファールでゴールが認められて、さらにワンスローというバスケットカウントです。さらに北選手はどうした、まだ宇都宮ボール、今日好調の渡辺スリーポイント、今日2本目決める、シュートタッチがいいですね。そうロシタ、パスが回ってコーナースリー、比江島、ロシタニュービル押していく、そして決める比江島。今ゴールを見てたんですよね。今度は宇都宮いいディフェンスがありました。そしてロシターから展開してゴール下、ロシター決める、駅ができずにターンオーバーになってしまいました。そうですね、ここもボールがゴール下で回ってロシターのゴールと、ロシターにブラウンがついています。ロシターディフェンス粘りますが最後決め切りました。さすがですね。ロシタ、北川スリーポイントシューター決めてきました。さすがですね、北足が動いてますよね。自分の行ける道はディフェンスにもあると見たと言いますが、ここはイカルガがダイブして決めました。さらにバスケットカウントになっています。ロシタ右45度がスリーポイント、イカルガが取りました。イカルガと中村、カルガが決めました。ニュービルがこのディフェンス入れさせない、まだついていく、ちょっとタフショット気味になったのかと思ったんですが決めました。さすがですね、ニュービル選手のディフェンスも素晴らしかったんですけど、スポットを使ってイカルガゴール下にパス、ビッグアンドロール、スポットが決めています。ギブス、スコットがちょっと距離がありますが決め切りました。スコット選手の得点が伸びてきてますね。そうですね、はい、外から打ったりゴール下のハレルソンがゴールに近い位置でアタックしたあのあたり良かったと思うんですけども、そうですね、そういったプレーをもあのやり続ける必要がありますよね。いいです、中距離でちょっと竹内決めました。渡辺で駒水、竹内、ギブス、かわしてからのこのシュート、あのシュート打つ前に接触したんですよね、スタッツと。リーチも久しぶりの出場です。そしてトップですから渡辺、スリーポイント決めてきました。一度立て直します。テーブス引っかかって中村ですが、パスで決めます。竹内が、そうですね、まずはディフェンスからですよね。
竹内がかけていきますが、その外から打った。ピーク。スリーポイントシューターの今シーズンが揃っている宇都宮です。スタッフインサイドですが、ここはブロックに当たった。ピーク。そうですね、あのスコット選手なんですけど、一度大きな怪我をしてしまって ね、はい、本当に今こうしてのみのみとプレーしていることがね、本当あの島根の選手のブースターだったり琉球のブースターだったり、このもちろん宇都宮のブースターの皆さんもね、本当すごく嬉しいんじゃないかなというふうに思いますね。スドスターです。そしてイカルが決めます。まだ宇都宮ボールでテーブスのコーナースリー、あ、決めた。ボールが回りますよね、誰が出てもボールが回りますよね。ですので惜しくもスリーは決まってませんが、リバウンドも取れます。最後はインサイド竹内が取ります。これで90点に乗せました。ポジションのスモールフォワード、テーブスの右45度スリーポイント手に決まりました。かなり得点差がついて